回レビューする車は、新型のトヨタ、プリウスになります。トヨタレンタカーにて、新型の車種指定をすることができたので、そちらを利用させていただきました。私を含めて、この新型のプリウスが発表された際、ぎょっとしてしまった人が多いのではないでしょうか。世界的にも売り上げが大きく、日本では大衆車としての地位を確固たるものにしているプリウスが、こんなに攻めたデザインになるなんて、夢にも思いませんでした。しかし、この車がいざ街を走り出すと、案外、風景に溶け込んでしまい、普通に思えてきてしまうこの感覚は、トヨタマジックという他はないでしょう。ただ、個人的には、デザインの良し悪しは置いておくとしても、プリウスは、もっと当たり障りのないデザインの方が良かったのではないかと思います。内装についても、攻めたデザインと言ってもいいかもしれません。ここまで曲線を多用したデザインはなかなかお目にかかれません。ハンドルは皮巻きで滑りにくく握りやすいです。ダッシュボード周りも奇抜なデザインですが、それでも他の車と同じように、自然に色々な操作ができるのは、さすがはトヨタといった感じです。センターコンソールは、洗面所みたいでちょっと安っぽいです。しつこいようで申し訳ないのですが、足踏み式のパーキングブレーキは、ちょっと残念です。シートは、可もなく不可もなくといった出来で、ホールド性とクッション性をある程度兼ね備えています。少し気になる部分はあるものの、内装の質感は全体的に高いです。最近のトヨタは内装の作り方がうまくなっていると思います。後ろの席は、近年の国産車では、平均的な広さで、平均的ということは、必要十分な広さということです。ラゲッジスペースは、床が若干高めではあるものの、ハッチバックであるため、一般的な用途であれば、まず問題なく使えるかと思います。床下にバッテリーを搭載しているということを考えれば、ラゲッジスペースの積載量は合格点の容量があると考えてもいいのではないでしょうか。前のモデルのプリウスは、液晶表示の解像度が低く、これのどこが先進的な車なのかと思ったものですが、新型では高精細な液晶が我々を迎えてくれます。タイヤは横浜タイヤのエコスを履いています。燃費重視の低転がり低高タイヤで、プリウス程度の馬力であれば、トラクション不足は感じませんが、横方向のグリップ力にやや不満が出ました。気筒、アトキンソンサイクルの DOHC、最高出力は98馬力で、最大トルクは 14.5 キロです。ただし、当然のことながら、ハイブリッド車ですので、モーターの出力も重要になります。モーターは最高出力72馬力、最大トルクは 16.6 キロです。システム全体では、122馬力を発生します。クラクションは、ダブルホーンですが、少し安っぽい感じがします。マツダのホーンのような高級感はありません。それでは、評判の良くなった走りを、確かめてみましょう。加速については、トヨタのハイブリッドカーらしく、スーッと滑らかに、まるでリニアモーターカーのように速度を上げていきます。実際には、モーターだけで走ったり、エンジンだけで走ったり、モーターとエンジンが協力したり、エンジンで走りつつ充電をしたりと、非常に複雑な制御がされているはずなのですが、運転者はそんなことは気にせずに、
加速したい時に好きなだけアクセルを踏むだけでよく、何か特別に気を使ったりする必要はありません。動画アップ時点で、初代プリウスが登場してから19年を迎えるわけですが、その間の細かい技術の蓄積が感じます。特に、街中でのパワートレインの効率の良さは、もはや内燃機関搭載の乗り物において、トヨタにかなうものはないのではないかと思うほどです。東京都内など、大都市圏が主な運転範囲だという人は、トヨタのハイブリッド以上の選択肢はそれほどないなと思います。では、峠道やワインディングロードではどうなのかというと、こちらは正直ハイブリッドであることが、むしろ難点であるように感じてしまいます。どういうことかというと、今回は秋田県にある、上海ブルーラインを通ったのですが、峠の頂上に着く前に、バッテリーを使い果たしてしまい、途中から車が、急激に遅くなってしまったのです。モーターのアシストがなくなるということは、突然、1400キロを、わずか98馬力で引っ張らなければならない。しかもバッテリーに充電をしながらということになるので、体感としては、自然吸気の軽自動車よりもちょっと速いかなというレベルまでパフォーマンスが低下します。そして、下り坂では電力を改正しながら減速しようと思っても、今度はバッテリーがすぐにいっぱいになってしまい、エンジンがかかり、普通の車のようにエンジンブレーキで減速することになり、ハイブリッドの旨味があまり味わえないなと思いました。私のように、田舎在住で、ワインディングをよく走るという人は、クリーンディーゼルや、ダウンサイジングターボの方が、効率が良く、また運転も楽しいのではないかと思います。ただ、この辺はもしかしたら、バッテリー容量が格段に大きくなるであろう、磁気型のプリウス PHV では、不満を感じないのかもしれませんので、もうすぐ登場する PHV の、峠道での走りには、大いに期待します。ハンドリングや、乗り心地に関しては、先代のプリウスに比べると、格段に向上していました。お借りしたモデルは、15インチタイヤ装着車でしたので、前輪のグリップ力が少し物足りなかったですが、それでも、ワインディングロードではハンドルを曲げると、すっと車の鼻先が向きを変え、特にストレスなく旋回していきます。先代のプリウスがトーションビーム式リアサスペンションだったのに対し、今回のプリウスはダブルイッシュボーン式で2段階昇格くらいしているので、その恩恵は後輪の粘り強さや車体後部の剛性、静粛性、さらには後ろの席の乗り心地に大変良い影響を与えていると思います。最近ではタクシーにもプリウスがよく採用されており、盛岡市では20系か30系、プリウスが非常に多く、拾ったタクシーがプリウスだと、ちょっとテンションが下がってしまうことが多かったのですが、現行プリウスであれば、後ろの席でもそれほど苦痛を味わうこともなさそうです。盛岡市のタクシー業者の皆様、現行プリウスの早期導入を強く希望します。冗談はさておき、この50系プリウスは、近年トヨタが推し進めているファンプードライブと、もともと持っていたハイブリッドシステムの優秀さ、そして内装に代表される質感の向上、その全ての恩恵を受け取れる車だと感じました。この車よりも運転が楽しい車は、正直たくさんあると思います。しかし、トヨタというマンモスメーカーが放つ、プリウスというマンモスカーに必要とされる要素は十分に備えた。最大公約数のような車であると感じます。この車によって、日本の貿易赤字は縮小し、北極熊の住処も少しは守ることができる。まさに母なる自動車、なのかもしれませんね。